女流棋士発足45周年、誠におめでとうございます。元号が令和というふうに変わりまして、令和という意味はですね、人々が心を美しく寄せ合う中で文化が生まれ育つという意味が込められているというふうに伺っておりますけども、文化がこれからもですね、育てていくために、女流棋士の皆様のですね、活躍はですね、不可欠だというふうに考えております。皆様でですね、力を結集していただいて、より将棋界の発展に努めていただければというふうに思っております。今後もですね、女流棋界のますますのご隆盛を記念いたしまして、簡単ですけど、お祝いの言葉とさせていただきます。本日は誠におめでとうございました。45周年おめでとうございます。女流棋士の方々とはまあそこまで交流があるわけではないんですけど、以前里見さんと将棋をさせていたことがあって、でもやっぱり棋譜とかをよく見ているんですけど、皆さんそうですね、記憶向上されているなというふうに感じますし、また自分の地元の一宮市から中澤さんと秋田さんの2人が女流棋士になって、あとまだまだ有望な女の子がたくさんいるので、まあ、そういった新しい活躍も楽しみだなと思います。ますますの発展をお祈りします。ありがとうございました。皆さんこんにちは、篠里天彦です。この度は女流棋士発足45周年ということで誠におめでとうございます。もちろん、まあ、男性棋士の僕としても女流の皆さんとはいろいろ関わりを持たせてもらっておりまして、例えば僕もデビューした時には夜行バスで島根まで行って里見さんと将棋を指したりですとか、いろいろな形でもあとは、解説ですとか、そういった形でいろいろお世話になっております。まあ、最近将棋界そのものがメディアの露出というのが非常に増えておりますし、女流棋士の皆さんも対局、そして、まあ、そういったメディア出演などたくさんの場で活躍されていると思いますので、これからもそういった点でのご活躍をお祈りしますとともに、また将棋界を盛り上げていければなというふうに思っておりますので、今後ともよろしくお願いします。どうもありがとうございました。
流棋士会発足45周年、誠におめでとうございます。これからのますますのご発展を楽しみにしております。弟子の室田長川のことも、今後ともよろしくお願いいたします。Thank you.